うこんにちは、しゅんじです。今日はタカラトミーアーツさんから出てます深海の秘密全4種類ネットでコンプしたのを買ったんで、早速見ていきたいと思います。こちらカプセルの色は青、緑、黄色、赤の4色ですね。ではね、緑のカプセルから見ていきます。パカッと開けると、あ、なんか危険な気がする。なんだちょっと気持ち悪いな。ではガイドブックから見ていきます。ラインナップの方は全員4種類です。ダイオウイカ A、B が、あるようですね。あとちょっとした説明書きもね書いてます。あ、組み立てがなんかちょっと大変そうで、ラブカですね。わー、前なんかラブカあったような気がする。なかったかな、なんかあった気がするんだけどな。はい、であと、ダイオウグソクムシですねこの形ちょっと僕苦手なんですよ。緑のカプセルに入ってたのはこちら、ダイオウグソクムシが入ってました。いやー、すごい、ちょっと不気味なんかね、形がリアルなだけあってやっぱりね、不気味さも増してますよね。色、上のところがグレーカラーなんですけど、両サイドかな、なんかところどころちょっと濃いめの色になってたりして、いや、塗装めっちゃ綺麗なんですよ。で、また肌もちょっとザラついた感じになってたりしてね、この辺の造形なんかもいいですね。で、これヒゲっていうのかちょっとわかんないですけど、長いね、触覚みたいなのがあって、で、足ですよね。足がずらーっと並んでてね、またちょっと、不気味なんですよ、これ。紫色の塗装もされててね。気持ち悪いっすね、この。足いっぱいあるのちょっと苦手だな。で、これ目なのかな？なんかクリクリの目があって、で、この目はね、クリクリで可愛いんだけど、いや、これ口ですか？いやー、すごい強烈ですね、これは。これは強烈だな。この辺の後ろのとこ、ふわふわとした形になっててね、この辺の造形もね、すごいいいですね。はい。で、稼働するところどこだろう？足が、あ、ちょっと動かせる。まあ、足がちょっと動かせるだけですかね。あと、体こう、なんかこう丸くなったりとかはね、当然しませんね、これね。硬いです。机の上に置くとこんな感じですね。いや、形に、また塗装もね、すっごい綺麗だから、ほんとリアルなんですよね。なんかちょっともうね、好きな人は好きかもしんないですけど、いや、僕これちょっと可愛いとは言いにくいな。で、ガイドブックに書いてた説明書き読みますね。大きいもので約50センチ、深海の掃除屋とも言われ、魚の亡骸などを食べる。泳ぎや体を丸めての防御もするらしいが、詳しい生態は不明となっているようです。では次はね、青色のカプセル見ていきます。パカッと開けて、あ、これはダイオウイカだ。ダイオウイカ入ってましたね。で、ダイオウイカね、2種類あるんで、もう1種類、これこっちかな、赤色だと思います。赤色のカプセル開けると、あ、こっちも、ダイオウイカですね。どっちだろう、これ多分薄い方が A だと思います。間違えたらごめんなさい。テロップで書きますね。ちょっとオレンジっぽい色の方が A で、で、この綺麗な赤色、濃い赤色の方が B だと思います。もう形同じなんで、もう一緒に見ていきますね。はい。あ、すごい。足パーツ多いな。では、組み立てましょう。ほんとこれパズルみたい。めっちゃ数多いんで、いや、これそこそこ大変だな。足パーツこの間にセットするのかな？あ、なるほど、こんな感じで。まあ、どれでもいいのかな？こうね、セットしていきまして。よいしょ。で、真ん中にセットする、足ですね。を組み立てます。で、真ん中にこちらを差し込んで、はい、ダイオウイカ組み立てれました。すごい。大きい、意外と大きい、これ。では、もう一種類のダイオウイカも組み立てます。同じようにね、組み立てますね。ダイオウイカ A、B 組み立てれました。では、早速、ダイオウイカ A、こっちかな？こちらの方から見ていきます。はい、薄いね、オレンジカラーのダイオウイカ A、これね、サイズが大きくて、測ってみると、触腕の一番先っちょで約19センチありますね。足パーツがね、かなりいっぱいあったんで、ちょっと組み立ては大変だったんですけど、稼働するところね、足ですね。こちらの足が稼働するようになってて、あと真ん中にニョキッと生えてるの、これ、触腕ですね。で、先端にはこの吸盤があってね、すっごい形いいです、これもね。はい。で、この、足のところも小さい吸盤がね、ずらーっと並んでますね。先端までちゃんとあるんですよ、この吸盤。すごいですね、形が。このね、足のところも綺麗なね、オレンジ色になってて、すごいかっこいいですね。で、ここに目があります。
目、反対側にもクリクリの目があって、で、こちら、ロートですね、ここからこう水を、吹き出して噴射してね、こう泳いだりするようです。はい、で、上のところはこんな感じ、先端がヒュッと尖ったね形になってますね。タイプ B もね形全く同じですね、もう色がね違うだけです。はい、タイプ B はね、こちらはね綺麗なね赤色になってるんですよね。あと白色の2色になってて、で目があってクリクリの目ですね。で、ロートがあります。で、足ですねが稼働するようになってて、これもね動き全く同じですね。で、この足のところには吸盤がずらっと並んでて、ちょっとうねっとしたねこの動きのある形の足になってて、で真ん中のところには、触腕が2本あるんですけど、これがねすごい長くて、先端のところ綺麗にね赤色に塗装されてますね。で、また、こちらも吸盤がちゃんとあります。ね、ラインナップ4種類のうちダイオウイカ A、B、2種類あるってことは、ダイオウイカ人気あるのかな。いや、そんな人気あると僕正直思ってなかったんだけど、2種類あるってことは結構人気あるのかもしれませんよね。ダイオウイカガイドブックの方読んでいきます。大きいもので約18メートルという最大の等速類、詳しい生態は不明。マッコウクジラの好物で、海中で争っていると考えられているって書いてました。最後、黄色のカプセル見ていきます。残ってるのラブカですね。では組み立てますね。塗装これも綺麗ですね。ではまずは後ろの尾の部分から組み立てましょう。どうだろうどうするんだろう。はい、まず下をセットして、で後ろ上の部分ですねをバチッとこう上からはめます。はめた、あ、先にここだ、尾の部分セットしないとダメだ。はい、こうかな。はい、挟み込んで、で最後に頭を差し込みます。ぐっと差し込んだら、はい、これでラブカー組み立て完成です。いや、意外とねこの後ろの尾の部分、ここがね難しかったですね。ラブカー、サメの一種ということで、アニやホホジロザメとねちょっと大きさ比べますね。大きさを比べると、なんとアニやホホジロザメより全長長いんですよ。すごいね。これ正面から見た時厚みはねそんなないんだけど、全長はねこのラブカの方が長いんですよね。ラブカもこれ何色だろう、青紫、薄い青紫みたいな色かな、ちょっと変わった色ですね。で、下のところが白色になってて、頭の形がかっこよくないですか。ちょっとシワっぽいねところなんかもあったりして、迫力のある形になってて、また目の色がいいね、これね緑色になってて、で口が開閉するようになってますね。で、これすごいのが、あのラブカって歯はねちょっと細かく並んだ針状の歯みたいなんだけど、それがねちゃんとね再現されてるんですよ。こうね、なんか普通の歯とはちょっと違いますよね。うねうねうねってこうなっててね。いや、この辺の造形がすごいいいですね。で、口の中には舌があって、いや、この横から見た時の頭の形が本当にかっこいい。で、頭も結構大きいですよね。のぺっとした形になってますね。で、この横のところエラかなこれで、ヒレがあって可愛らしいですね、ヒレの形ね。で、体ですね、この、真ん中筋が入ったようなね形になってるんですけど、で、この、後ろのところがなんと稼働するようになってますね。で、尾のところも稼働するようになってます。で、下から見るとこちらとなって、この下のねあのヒレの形もすごい可愛いですね。そう、以前ねガチャのフィギュアでラブカー出たような気がするんだけどな、気のせいだったかな、ごめんなさい、ちょっと忘れちゃいました。ではね、ガイドブックの説明書きを見ますね。蛇のようにうねる体を持つがサメの一種、大きさ約2メートルで原始的なサメの特徴を持ち、生きた化石と呼ばれる浅い海に上がってくることもあるって書いてますね。こちら宝富厚さんから新しく出ましたガチャ、深海の秘密、全4種類見たんですけど、まあどれもね塗装も形も当然良かったんだけど、やっぱりダイオウイカね、こうやって並べてみるとサイズ大きいですね。かなり大きいから迫力あります。で、ラインナップ4種類のうち2種類がダイオウイカなんで、かなりの確率でダイオウイカが出ると思うんですよね。こちらのラインナップの中だったらダイオウグソクムシが結構人気あるような気がするんですよね。だからこれ欲しい方とか、あとラブカまあこのダイオウイカ
イカも欲しい方いらっしゃると思うんですけど、まあ、ダイオウイカは当たりやすいにしても、こちらのラブカとダイオウグソクムシはダイオウイカよりかはちょっとね当てにくいと思うんで、ね、言ってもねラインナップ4種類しかないから、もっと頑張ってねぜひね当ててください。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。